ちゃん。こんにちは。さあ、豊さん、はい、まあドラフト会議も終わり、戦力外の選手も、発表されたりと、こうだん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 チームの中でどこが必要なのか、どこを補強するのかなんてことがこれからちょっと騒がれてくるのかなと。まあキャンプまでにね、はい、まあ、できればこう揃えたいよな、うん、そうですね、戦力を、まあ、そのなんていうの、不足しているところをね、補いたいっていうのはあるだろうけども、はい、トレードで補うのか、はい、FA で補うのか、はい、まあ難しいよな。そうですよね。まず最初にやっぱり FA の様子を見ながら、うん、水面下で動きつつ、うん、取れなかったら、ね、まあトレードしてみようかみたいな、うんうんうん、今年も FA 目玉の選手がね、たくさんいるので、うん、動向はね、まあいるけど、動くかなと思うと、うん、はい、いや目玉はそんなに動きそうもないよね。残る可能性がっていうと俺は思うけどもな。取れた場合、残ってしまわれた場合、取れなかった場合、いろんなことを考えて、そこからおそらく今シーズンオフのトレードに各球団がちょっと乗り出してくるのかなと、うん、いうことですかね。だからまあその FA を見ながらってなると、うん、遅れる遅れる可能性があるな。でもその先手必勝で、はい、まあ、先手打っていっとかないとちょっと難しいかもしれない、うん、もう今この11月のこの時期からもう例えばトレードで各球団打診しに行ったりとか、いかがですか、うちのこの選手とっていうのは水面下ではもう動いてるところありますかね。まあジャブは打ってるだろうな、うん、ということで今日の動画は、はい、このオフ、まあ、来年にかけてもいいんですけれども、この球団トレードで動いてくるんじゃないか、補強しにかかるんじゃないかという球団をちょっと予測してくださいっていうような、はい、やらしいなもうファンも知りたいです。まあでも、はい、単純に言えば、うん、やっぱ巨人は動くと思う、うん、お、まず巨人、やっぱピッチャーがいいとして、はい、昨年はピッチャーでものすごく動いたよね、はい、やっぱ今年は打てる野手、うん、もうとりあえず守備はいいからもうとにかく打てる野手、はい、これを漁ってくるんじゃないかなっていうような感じがする。いわゆる打てる野手っていうのは大体打率何割ぐらい、はい、いや、まあ、打率とかいうよりも、はい、もうしっかりバットを振れて期待感があるやつ、はあ、それでいい。いや、じゃないとあんまりね、実績があるやつなんか取れないよ。だって自分と投高打低なんだもん。そうかそうか。いや、そしたらしっかり打てるかどうかっていうのを見極めて、うん、安倍監督が、はい、いやこいつだったら可能性あるなっていう人を、うん、やっぱトレードしてくるかとか、はい、まあ、そういうことになると思う、うん、それは内外野問わずってことになるんですか。もうとりあえずもうとにかくバットをブンブン振れるやつだったらっていうような、まあ、単純なことしか、うん、まあ、今のところはできないと思う、はい、具体化はできないよなかなかね、うんうん、だけどやっぱその基本的には打てる人が欲しい。例えばもうこの選手は絶対トレードには出ないっていうことも前提で、こういう名詞で言うとまあ出ない出ないっていうよりも、うん、その FA だよな、はい、FA で動かないだろう。まあ例えば大山が FA 持ってる、はい、ね、井の一番に行くと思う、手挙げたら、うん、はい、言われてますよね。そうそうそう、やっぱああいうタイプを取りたいよね。はあ、まあ例えばその DNA の佐野、あ、まあこれでもそうだし。そうですね、うん、いやもう本当井の一番で行きたいぐらい。そう、手を挙げたらですよ。もう両方行くと思う。あ、大山選手も佐野選手も。もちろんもちろん。どこの球団かちょっとよく分かんなくなってきちゃいそうですって。いや、そんな関係ない。ユニオンも着るから。あ、そうですね。巨人のね。そうですね。誰もない。取ってきたやつは半端でやるわけじゃないから。あ、そうですね。そうそうそう、半端半端次にするわけではないですもんね。そうそうそう。いや、だからそのぐらいやっぱ打てるという野手が欲しい。うんうんうん。うん。あとはもう守備固め使えばいいみたいな。うん。そんな感じだから。確かに今シーズンでいうと、もう外国人はモンテスもヘルナンデス選手も加入しているので、はい、外国人のその打てる野手ではなくて、日本人でトレードできそうな打てる野手を多分補強してくるんじゃないかと、うん、まあまあそうだな、うん、巨人は、うん、欲しいだろうなと思うけど、ね、そうですね、やっぱ得点力不足っていうのが言われてましたからね、はい、さあ、他の球団どうでしょう。他の球団、阪神。阪神、はい、うん、まあ、阪神はやっぱあれだけこう中継ぎ陣が豊富だ豊富だって言われてても、うん、やっぱり左ピッチャーがちょっと不足してるな。今年はね、もう桐敷投手しかいないんだよ。もう桐敷は来年どうなるかわからないよ。そうですね、疲労感満載で、はい、まあ投げてくれることが一番いいんだけどもね、うんうん、まあだけどその左の2番手とか、はい、いうことに関して言えば誰か欲しいな。あと左でいうと、まあ島本投手だったり富田蓮投手もいますけど、まあ、うん、さらにやっぱり強化はしておきたいよね。うん、まあ、だからその、まあ、例えばトレードじゃなくても、うん、まあ、戦力外になった高橋優貴なんかは、はい、一つちょっと面白いかもわからないね。
左の中継ぎ。いや、切り式とはタイプが違うから。あ、だからまあ面白いかもわからない、まあ、ただ具体的に言えば左ピッチャーで欲しいって言ったら左が豊富にいる日本ハムとの可能性が強いよね、うん、そうか、いますもんね、左は日本ハム新庄監督かーって。ああ、そっか、仲いいというか、まあきっとね、藤川球児さんと、まあまあそうだね、うん、まあ、ドラフトの時でもね、うん、一緒に話したりとかいろいろ球団関係者とも、うんうん、いろいろ話してたから、はい、まあ、そこら辺の貸し借りで、うん、あのトレードをやる可能性はあるよね。十分ありますね。あるある。だから、まあ、あの藤川監督が、はい、いやごめんちょっと優勝するかもわからない、これだけ貸してくれんかみたいな、うんうん、そういう貸し借りができるようななんかかもわからないし ね、 そうですね。だからまあ可能性は十分あると思う、うん、どちらにしてもやっぱ阪神はちょっと強化っていうふうにも言われているので、まあそうだね、うん、左のピッチャーあたりをもしかすると補強トレード、まあ左問わず、やっぱ右もね、うん、右もか、まあ右も石投手、西ももうフル回転だったしな。そうですね、うん、だからあとは湯浅がちょっとそうですね、っていうようなことも聞いてるし、うん、そういう意味では中継ぎの補強っていうのは俺大事だと思うよ。そうですよね、うん、確かに、まあね、今年はあと岡留選手なんかも出てきたりはしましたけど、まあ、選手はいるよ、優秀な選手はいるけども、うん、だけどすぐ使えるのかどうかっていうのがね、うん、やっぱ問題だしね。そうですよね、うん、だからやっぱ補強しとくに越したことはないという、うん、確かに。でね、優勝できるだけの戦力はまだまだ残ってるしね、はい、いやだからまあ来年チャンスもあるだろうし、うん、そういった意味で用意はしといた方がいいよね、うんうん、あとこれトレードっていうことではないですけど、やっぱり記事で出てたのがその外国人選手の補強っていうところも、はい、阪神はちょっと狙ってるんじゃないか、欲しいんじゃないかみたいなの出てたんですけど、これに関してはどうなんですかね、阪神。まあそうだろうね、うん、まあ、ただビシエドっていう手もあるよね。おっと、ここでビシエドが出てきた。いや日本人だから、はい、外国人枠にはまらないから取ってて俺は損はないと思う。まだね、あのビシエド選手の動向っていうのが何も出てこないので、うん、どこが行きそうとか。いやだからそれは結構面白いと思うし、うん、これは巨人にも言えることだよね。あ、なるほど、そっかそっか。いやだって日本人枠で取れるっていうのはやっぱ大きいじゃない。そうですね、ね、うん、で岡本をサードにしてみたいなことを言うんであれば、うん、ビシエドをファーストに持っとけば、はい、やっぱ守備も下手じゃないからさ。そうですね、うん、だから面白いかなっていうふうには思うけどね。なるほど、うん、さあ他にはセリーグでどうでしょうか、トレード、まあ、ヤクルトだな、まあ、ヤクルトのやっぱりピッチャーだな、はい、あそこは野手はね結構優秀な人もいるし、うん、まあ、怪我人だらけだったけども、怪我人がまあ来年の戻ってくるとしたらピッチャーだよ、はい、ピッチャーの数ドラフトでね、うん、まあまあこうピッチャーも取ってたけどもまだ足りないんじゃないかなっていう気がするよね、うん、はい、やっぱ阪神と同様、うん、いるに越したことはない、はい、まあ、来年は、まあ、例えば清水だとか、うん、そういった怪我人っていうのが戻ってきそうだけども、はい、それが額面通りまた同じように投げてくれるかという保証もないしね、はい、いやだから補強はしといた方がいいよね。これは先発の補強なのか中継ぎ後ろの補強になるのかどっちなんですかね。どっちもいいよね。どっちもいい、でもいい、うん、どっちもいい、うん、もうね、もうあれだったらオープナーやればいいんだから。ね、いやいや本当にもうなったらそうですね。いや本当本当、あ、まあ、そればっかりで1年間は乗り切れないけども、うん、できれば先発っていうのが、うんうん、先発できる人がいいけども、うん、まあそんなにはねいないよね。そうですよね、うん、人材がね、うん、だからまあその中継ぎでもいいから、うん、右左問わず、うん、取っといた方がいい。例えば2対1でもいいからっていうことですよね、まあ、もちろんそうだ、2人ピッチャーでっていう、もちろんそうだよね、うん、だからそういうふうな補強ができると、まあ、ヤクルトなんかも優勝しておかしくない打線は持ってるからね。そうなんですよ、うん、だからあとはピッチャーだけっていう課題がそこだけある程度埋まってくれればさ、はい、優勝争いに顔出してくるからね。そうですね、十分可能性ありますもんね。とにかくピッチャーの補強にもちろんヤクルトは本譜走るんじゃないかと、まあね、はいはい、あとセリーグは他の球団というのはちょっと動くセリーグはね、あとはね DeNA は、はい、まあ、そんなに動かなくても、うん、結構溢れてきているというか、うん、まあ、そういうところもあるし、だからそんなにいらないかなという、うん、なんか一時言われてたのがその左の中継ぎが欲しいかななんていうふうにも言われてましたけど、まあ、まあ坂本が、うん、まあ、育ったし、はい、あの外国人の左もいるしね、はい、そんなにはいらないと思う。
じゃあポゴンオフトレードなどしてまではいかないだろうと。まあ、様子見だな。様子見、うんうん、まあ、様子見で、まあ、必要であれば取るだろうし、うん、とりあえず必要はないと思う、うん、あとカープと中日に関しても、中日はやっぱ監督が変わって、うん、やっぱ現状見てると思うんだよね、うん、であそこは金丸引いたでしょ、うん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 、であれでねピッチャーの補強いらなくなったわ。そっか、まあ、2番手のもそうだし、はい、でキャッチャーも社会人ナンバーワンの取ってるし、はい、これも様子見たいと思うんだよ、うんうん、使えるんだったらもう頭からいこうみたいな、はい、おうん、まあ、そのぐらい優秀なキャッチャーらしいから、はい、まあ、しっかりは見てないけどね、うん、噂に聞くと、あと若手も伸びてきてるし、だからこう見ながら、うん、あ、やっぱここが欲しいなと思ったらトレードに動くかもわかんないけど、はい、現状はやっぱりしっかりこう把握したいというトレードも含めて取った選手をね、うん、だからそんなに動かないと思う。じゃあ仮に動いてくるのであればキャンプ中であったり開幕してからっていうことに、うん、まあ、開幕前とかね、うんうん、まあ、そういうことは可能性はあるけどもね、うん、あとカープはなんかあんまりトレードのイメージがないんですけど、まあそうだな、まあ、あんまりトレードというよりも FA で出ていって人的保障で取るっていうさそれはありますね、まあ、そういうことはなんかこの人とこの人を変えたいとか、はい、そういうのはあんまりないな。そうですね、ただやっぱりこうファームに目を通せば、うん、優秀な選手多いからね、はい、だからそんなには動かないと思うよ。なるほど、うん、ただ、うん、ただカップトレードじゃないけど、まあ、FA の話じゃないか、トレードの話だもんな。あ、まあ、FA でね、大山選手を取りに行くんじゃないかなんていう記事が出てますけれども、はい、あと外国人もどうなんですかね、補強、カープは。補強という面ではするよね、うん、外国人は必ず、うんうん、そしたらビシエドでもいいんじゃないか。ビシエド大人気になる。人気じゃないですか。いやいや、そりゃそうだよ、日本人枠だから。それが一つの大きな武器だよね、ビシエドはね。そうだ、はい、だからビシエドが望むところに行けるような感じだよ、うん、そうか。まあね、ちょっとあのカープは最近あの外国人野手がちょっと当たっていないっていうこともあるので、はい、だったらもう分かってるビシエドを取るっていうのもありですよね、まあ、ただ成績も分かっちゃってるんだよね。あ、まあ、逆に言うとね、だから今年の成績ではやっぱなかなか難しいけども、うん、やっぱ取っとく方がいいのかなという気はするけどね、うん、やっぱり もうちょっと 気持ちよくやらせてあげたら、はい、乗っていけるということですかね。さあ、パ・リーグはどこでしょう。パ・リーグはやっぱ動くのかなと思ってるのは楽天だな、うん、楽天やっぱりピッチャーだな、うん、ピッチャー、うん、右でも左でも投げれたらもう贅沢言わないみたいな、はい、そんな感じだよね、うん、何人ぐらい補強できたらいいなというかあるんですかね。そう、ちょ、3人ぐらい取れば最高だよね。取れた、まあそうですね。いや、そうはね、そう簡単にはいかないよ、うん、野手はね結構人気な選手がいるんだよ、うん、はい、だから出血しても1人取る、うん、しっかりして投げれる人を、うん、例えば野手2人と1人で交換するとか、はい、そうなってくるといい選手を取れると。お、いけそうな気がする。いけそうな気がする、うんうん、で宗山が入ったことによって、はい、ちょっと宙に浮く選手も中にいるんだよ、はい、そうなってくると2対1ぐらいのトレードでいい選手を取ってくるとか、例えば野手、1人を出してピッチャー2人もらうとかっていうことですか。反対、野手を3人つけても1人投げれるピッチャーを欲しいみたいな。そういうことか。そうそうそう、とにかく質のいいピッチャーを取れれば3人野手出してもいいですよね、うん、そう、で野手も割と魅力的な選手っていうのは結構いるから、はい、だからそういう形でやっぱ身を削ってでもいい選手取ってこないと勝負にならないよっていう。そうか、うん、そういう形でなんか動きそうな気はするよ、ね、楽天、はい、他の球団どうですかね、まあ、西武とか、まあ、西武も打てる野手が、はい、まあ、欲しいよね、うん、ただピッチャーはある程度枠が埋まっちゃってるというか、このメンバーじゃないと取ってきても勝てないよみたいな、うんうん、他に余力があるんだったらピッチャーに、うん、それはそれでいいけど、はい、いっぱいいっぱいになってると思うんだよねピッチャーもね。例えば、まあ、平投手はまた先発に戻る、多分、ね、この中というか救援陣っていうところは、まあ、他に高橋光の後ろにあるおお、いきで今度はもう
いやもう一生もしてないからね、これ。そうなんですよ、ね。まあだけど、まあ、そういうわけにいかんだろうから、うん、やっぱりエースの称号というのがあって、そうですよね。まあ、高橋光成がね、まず、まあ、筆頭に挙げられる名前で。ただその救援陣、中継ぎがこう前に行くことによって、ここっていうのは足りてるんですかね。後ろ、はい、後ろ足りない。ということは、そこの補強っていうのは、なんか例えばトレードでっていうのは考えてたりするんですか。それともやっぱり先発を崩すかもわからない。わからん。あそこは結構優秀だからね、ピッチャー、本当に。だから竹内いる、隅田いる、左はね、うん、あと佐藤っていうのもいるし、うん、だ佐藤っていうのは中継ぎに入ってるけど、はい、これは抑えの資質があるのかもわからないし、うん、だからやっぱり探しは出せるよね、うん、だけど、そんだけ先発で戻ってきたら、はい、松本っていうのが、やっぱ中に入る必要性が出てくると思う。結局やっぱ中に収まるってことになるんですか、ね。まあ、可能性はあるよね。うん、だから甲斐っていうね、はい、ピッチャーはソフトバンクに取ったけど、まあ、そこを抑えにするかとか、うん、まあいろいろやりくりはできると思うんだけども、うん、まずはそのピッチャーというよりも打てる野手だよね。まあ2位に渡辺取ってるから、はい、これは期待感多いけども、うん、まあでもいかんせんルーキーだからな。はい、だからピッチャーいいのを出して1人それとこう交換してもらうとか、はい、例えば。ピッチャーのいいのを出して、黄金を取ってくれとか、もらって、黄金もらえるんですか。そういう大きなトレードがあってもいいじゃない。まあそうですよ ね, ね。びっくりですけれどもね。いや、まあもう3人ぐらいピッチャー出して、万波くれとか大きすぎますね。いやいや、だからやっぱそういうトレードがあってもいい、うん、面白いかなって思う。確かにそうですね。それニュースになりますよね、うん。4人出すから清宮くれとか。やっぱ相手も考えるぜ。4人くれるんだったら。4人くれるのかみたいな。うん、そうか、ね、いや考えるでしょ、うん。いやだから現実的には薄いかもわからないけども、はい、やっぱそういうトレードをして弱点を補うというかね。うん、まあ、そういうことはしてほしいなっていうのは思うけどね。うんうん、他の球団、例えば、まあまあ、ソフトバンクは、まあまあ、層が厚いのであれだと。まあでもソフトバンクはキャッチャーが欲しいんじゃないの。日本シリーズの甲斐の使い方だとか、うん、海の、はい、峰井、甲斐だけが突出してて、あとの2枚薄いもんね、少しね、はい、こういう言い方したら失礼かもわかんないけど、うん、何かのために、やっぱキャッチャーが1人ぐらいいてもいいのかなっていうような気はするけどね。そうですよね、うん、確かに。あとは例えばオリックスであったりとか。オリックスはそうないか。オリックスはね、麦谷を取ったでしょ、はい、で内野手は横山を取ってるでしょ、はい、そうなってくるとあんまりいらないんだよね、うん、内野手外野手は、うん、あとはピッチャーの故障だよな。そこだけですよね。それが治ってくれれば、うん、まあそんなに動かないと思う、うん、今の現時点では。現時点では、うん、日本ハム、ロッテ、球団はそこまで積極的にはまだこのオーバーに行かなさそうです。いやー、矢沢を育てなきゃいけないし、うんうん、それに伴ってドラフト1位の柴田、うんうん、この2人の二刀流がいるっす、はい、で、まあ、細野っていうのも育てなきゃいけないし、いやだから育ったら面白い選手が、うん、たくさん若手にいるんで、はい、トレードはしないと思う。日本ハムはしなさそう、うん、もう一段落ついてると思う。 うん、うん、だからそんなに動かないと思うな。ロッテ西川取ったでしょ、はい、で内野は結構いるんだよね。だからそんなにはないと思う。やっぱり様子見だと思う。様子見でいきそうっていう、うん、うん、ってなってくるとやっぱね、総合的におさらいするとやっぱりセリーグ、巨人、阪神、ヤクルトあたりが積極的に来そうで、パ・リーグは楽天と西武、まあ、西武打てる野手がいればね、うん、がちょっと積極的にトレード行きそうかなっていう感じですかね。でもやるんだったら大物同士で。そうですね、うん、まあ迷惑な話か。いやいやいや、でもね、やっぱいい選手欲しいっていうのは各球団、まあまあそりゃそうだな、ありますもんね、思惑としてありますし、まあただそれはやっぱり FA の動向とか、はい、あとまあ現役ドラフトもまだありますし、そう、ね、そういったところの動向を見ながらこう水面下で動いていくっていうふうにはなりそうですかね、はい、まあまあそりゃそうだ、うん、まあだからまあ FA を見ながら12球団ドラフトもあるじゃない。はい、現役ドラフト、現役ドラフトもね、うん、それを見ながらだから、うん、なかなかトレードっていうのは
決まる可能性がちょっと後ろに行くよな。そうなるかもしれないですね。なので、まあ、年末年始、うん、それから2月3月にかけてとか、うん、ちょっと後ろになっていくと、ね、これ駆け引きしてるからいろんなところで、はい、だからなかなか動かない。そうですね、まあ、日本シリーズが終わって FA 選手たちがどうなるかっていうところからになりそうですね。始まるよな、はい、はい。